続いては TSK と山陰中央新報の共同企画かける山陰、同じテーマをテレビ新聞それぞれの視点で掘り下げ核心に迫ります。昨日に続いて田中記者とお伝えします。はい、島根とブータン国境を越えて人口流出という共通課題の解決に海士町の高校生が取り組んでいます。生徒たちはこの夏ブータンを訪問、現地での取り組みに密着しました。南アジアヒマラヤ山脈のふもとに位置する国ブータン。農業と観光が主な産業で、経済発展よりも国民の幸福を追求する独自の政策を掲げ、幸せの国とも呼ばれています。そのブータンではコロナ禍の後観光業の回復が遅れるなど経済的な苦境に陥り、若者の失業率が上昇。地方から都市部へ、さらに国外への人口流出が問題となっています。人口流出を食い止めようと、日本からも JICA 国際協力機構などを中心に支援を進めています。こうした中、生徒自身が地域の課題を見つけ、その解決策を探り実践することを通じて学ぶ地域課題解決型学習に取り組んでいる海士町の沖島前高校の生徒たちが、人口流出という共通課題の解決に挑んでいます。沖島前高校は2016年にブータンの学校との交流を始め、夏休みを利用して生徒が現地を訪問。今年は 1,2 年生4人が参加しました。ブータンの南西部に位置するチュカ県、人口はおよそ8万人。山に囲まれ幻想的な風景が広がる風光明媚な地域です。このチュカ県の学校を訪れたのは2年生の渡辺優奈さん。奈良県の中学を卒業し、沖島前高校に進学した島留学生です。訪問したゲド学校は生徒数およそ600人。日本の小学生から高校生までの世代が一つの学校で学んでいます。渡辺さんは授業に出席、行事にも参加し、学校生活を通じてブータンの文化を体験します。この学校では決まった曜日の朝集会が開かれ、生徒たちが歌を歌います。教室に戻ると授業開始。先生が話しかけるのは英語です。この日は生徒たちが日頃の課題探究学習の成果を発表。渡辺さんも自身の研究成果を披露しました。海士町特産のサザエなどの貝殻が廃棄されていることに着目、再利用の方法を研究しています。日本からやってきた渡辺さんの海の幸がテーマの発表に、山国ブータンの生徒たちも興味を持ったようです。一方、ブータンの生徒はゴミ処理の問題について発表。ブータン国内では生ゴミなどを土に埋めて処理するのが一般的で、ゴミの分別が根付いていない現状を報告。解決策としてペットボトルの回収法について提案しました。最初は本当にゴミ問題っていうことを知らなくて、お互いに私はゴミを活用しようの観点だったんですけど、ゲドの方とかはコレクトしようよっていう活動をされてたので、一つの問題に対してもいろんな観点があるっていうのがちゃんと目に見えて感じられた。They were trying very hard to convince what they were telling, and everything was very good. They're
research and experiment was very good.、we are on the progress of our project and then we are also looking for like the ways to overcome our challenges. Like、we have faced some challenges and we are also finding ways to overcome it.発表の後、生徒たちはそれぞれの提案についてどのように生かすか、さらに良くするにはどうしたらいいか意見を出し合いました。 Looking at this, now we'll slowly move out of the campus and we'll try to connect with campus. Depending upon the success of the project within the school, we are going to connect with the community, share the ideas and、the knowledge that we have gained and how,、how it can help us to furthermeet the, you know, the goals of the nation. こうした探究型の授業の成果が徐々に現れ、学校と地域のつながりが深まっているといいます。こうした成果を踏まえ、ブータンでは今後地域課題解決型学習を他の学校にも広げるよう検討が進んでいるということです。海の町海士町から送られた種が山国ブータンで花開けば、将来人口流出に歯止めをかける一手につながるかもしれません。はい、今回の取材で海士町の手法がブータンでも広がる可能性を秘めていると感じました。その背景にあるのが様々な分野でのこれまでの日本の支援です。じゃがいもや紫玉ねぎ、さらにトマトにキャベツ、ゴーヤなど日本におなじみの野菜が並んでいます。首都ティンプー最大の市場、店先には日本でもおなじみの野菜が並んでいました。ブータンで栽培される野菜の多くは1960年代に日本から導入されたものが元になり、今ではブータンの家庭の台所に欠かせないものになっているということです。こういったつながりもあるんですね。そうなんですね。はい、今回のテーマについて今日と昨日の山陰地方新報の紙面にも掲載されています。地域の課題解決に挑む生徒たち、将来ブータンと沖をどのように変えていくのか期待しながら見守りたいと思います。ここまで田中記者とお伝えしました。